はい、エジプト考古学者の河合です。アサシンクリードオリジンズピラミッド編、今回は、またスネフェル王、本当の意味でのピラミッドビルダーというふうに言えるクフ王の父親ですよね、彼が作った屈折ピラミッド、こちらの方を見ていきたいと思います。実際に今現在でもピラミッドとして一番保存状態の良いあのものなんですが、それがどこまでゲームの中で再現されているのか見ていきましょう。はい、エジプト考古学者の河合でした。さっき言ったか。ですね、こちらのところスネフェル王の、うわーめちゃくちゃ綺麗じゃん、あの屈折ピラミッドに来ましたけれど、この美しさ分かります？これすごいですよね。ピラミッドってやっぱこんな形だったんですよね。屈折ピラミッドって今現在でもあの残っているピラミッドの中では最も保存状態が良いピラミッド、です。ピラミッドの一つというか、ピラミッドだろうな、これ最も綺麗に残ってる。その理由は、正直わかんないですね。あの地盤沈下がここは起こって、実際に角度が二重にこうなってますよね。他のところでも屈折ピラミッドって YouTube で話したのかな。もともとはスネフェル王がピラミッドを作るにあたって、四角錐のピラミッドを、もともと階段状のものをメイドムのところで初めて四角錐のものを作って、その後新たに自分の都王都というのをメイドム、あそこもともとジェド・スネフェルって呼ばれていた、これスネフェルはジェドって安定するとかね、意味なんですけど、そこが王都だったものを、さらに北のダフシュールに移動したんですよ。その時にこの時代においてはおそらく都を移動するイコールピラミッドを新たに作るっていうことなので、都が移るたびにピラミッドを作ってたはずなんですが、作ったんですよね。おすごい、なんか彗星みたいなのが流れてる、なんだろう、こういうのもなんか古代のそういう天体の動きと合わせてるのかな。でですね、ここで作ったんですけど、やっぱ角度が急なんですよ、この、通常のものと比べると。実際にもっと急じゃないかな、これよりも、で急なんですけれど、この急にしたために内部の、傾斜、下降通路か、通路が一旦こう地盤沈下によって崩れたんですよね。少しそのために角度を緩やかにして立て直したのがこのピラミッドです。そのため、何でしょうね、だからこうある種地盤沈下が起こってるし、角度も変えたっていうことで、このピラミッドはなんか壊れてもおかしくないんですけれど、今現在でも一番壊れていないピラミッドとして残っていますね。北側の入り口なんですけど、ここも、入り口開いてた。入れるのかな？入れそう。松明は、こっちか。今、アヌビスに故障で聞きました。蛇があるじゃん。怖い。でも閉じ、いける。わっしゃ、いけ。こんな風にはなってないけど、こんな風じゃないんだけれど、普通に下にストーンっていく感じなんですけどね。でもここはこんな感じ。屈折ピラミッドちょっと似てるな。屈折ピラミッドって入るとズドーンって下がって、そこから上にブワーって一旦上がるんですけれどね、多分なんだろうな、平面図とか立面図見ないでズドンバーンって言ってのもよくわかんないですよね。何言ってんだこいつっていう感じですけど、疑問多すぎだと思うんですけど、こういう作りになっています。ここはその作りをイメージしてる感じでしょうかね。ここ入れんのかな、入れないかな。ここはいけるか、いけない。そうですね、ここからはいけないですね。で、このピラミッドの特徴的なのは入り口が2つあるんですよ。1つの入り口っていうのは通常通りに北北天に戻るってことで、今北から入ってきました。で、この時代、あと
うわー、怖っ。私別に高所恐怖症じゃないんですけど、ドキドキしますね。あ、ヘビさん大丈夫。ここが北ですね。もう一つは、太陽信仰がこの時代、強くなったというおそらく理由だと考えられてますけど、沈む西側にも入り口があるんですよね。その西の入り口、行けんのかな？タイムラプスを消しましょうか。あ、消した、よし。はい、じゃあ行ってみましょう。西の入り口に向かって、いや、あ、こんなところ入れない。あ、ここはスルスル。実際滑りますよね、こんなんね。行こうと思ったらね。いやいや、おや、おっしゃ。おわっしゃ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 。おー、行けたか。おー、こっちか。バン、バン、バン。いや、あら。ああ、開いてそう。いいよ。あ、いや、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない。バイクさん、下ですよ。下降りましょう。おー、あー、おー、開いてた。ここもこんな広くないですね。実際にはすごい人がちょっとしゃがんでいくような形ぐらいで、私も何度かここは公開前、今は公開されてるんですけど、公開前にも入りました。これが、西、太陽が沈む方向に戻る形で、それが中で繋がってるんですけど、その繋がり方もちょっとね、変わった繋がり方というか、なんか洞窟口みたいな穴があって、そこから、繋がってるんですよね。雲。あー、わかります、これ。これもね、これはこういう作りあるんですよ。ほら、ここのところ、石落とし装置というか、こんな風に、支えになってて、これをドンってやると戻ってこれなくなっちゃうみたいな感じですよね。これをこんな感じですね。ここにこんな、ものが置いてるっていうわけではないんですけれど。はい、行ってみましょう。おー、あー、ここかな。あ、ここ。ここが今は、なんか閉まってますけれど、ここの穴のところとさっき北から入ったところがつながってたりするんですよね。そしてこの最終的な奥に大沼玄室があるんですけれど、ここはなんとステラ石碑がある形になっていますね。何も書いてない石碑、何も書いてないのこれ。あー、で、下になんかこんなのが置いてある。この置いてあるのも石碑もアンクがあるね。生命の印。いやー、石碑が何もないっていうの面白いですね。実際に、この、ピラミッド、まあ、冥土のピラミッドか。冥土のピラミッドなんかにも、東側に総裁神殿があって、その総裁神殿のところは何も書いてないこの石碑が置いてあるんですよ。それをイメージしてるのかな。で、奥に行くと、あ、ここが石棺なんだ。あー、こういう作りになってるんだ。ちょっと色ちょ少し変えてるな。実際には西から入った時に掘り下げて下を覗き見るような形で石棺があるんですけれど、ここは繋がってるような形ですね。で、この石棺面白い。花崗岩だ。花崗岩の石棺はまだこの時代王のものでは発見されてないんですよね。一番古いのがスネフェル王の、おそらく、まあ息子ですよね。息子が作ったメイドムにあるナンバー17っていうマスタバにあるところに花崗岩。花崗岩ってやっぱりすごく硬いので、それが最古のものですね。王としてはクフ王のものが最古なんですけれど、ここでは石棺、スネフェルが、まあスネフェルもか、花崗岩の棺を使って石棺を作って、行ったんだろうっていう想定でこれが置かれてあるんだと思います。あと実際にね、この辺りこういういろんな、なんでしょうね、供物みたいなもの、すごいな、これなんだ、財宝がなんかザックバラにこんなところにドシャッと置かれてる感じですね。うん、これ渋谷のエジプト美術館を思い出させる形ですね。あそこもこんなところに財宝がザクッとあるのかって感じだったんですけど。はい。こちら、スネフェル王のクッセスピラミッド。
実際天井は持ち送り構造といいますが、このような形になっています。以上です。ここもね、本当に近年入れるようになったので、まあ、ピラミッドを極めるじゃないんですけれど、ぜひピラミッド内部入っていただきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、まあ、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。